変わらずのまま、ですね、チェッカーということの可能性もありまして、残りあと1分45ですよね。そうするとこれは今あとセーフティーカーランでいくと、これで帰ってきて55分経過ってことになりますもんね。そうするとそのままセーフティーカーランのまま残り1周では多分リスタートさせないと思いますから、これでほぼほぼセーフティーカーチェッカーということになりますかね。あ、セーフティーカーここで入れる、セーフティーカー入れちゃう。すいません、私は浅はかなことを言ってしまいました。セーフティーカーランドはチェッカーはない、リスタートします。セーフティーカーはここでこの周で終了です。やばい、マルコ・ミットマン2番手、3番手ロイン・クリバル、4番手小林カムイ。小林カムイはさっきロイン・クリバルとバチバチやってましたからね、やるならもう飛び込んできますよ、ロイン・クリバル。5番手に中島大輔がいますので、前で何かがあれば中島大輔は表彰台も狙いますが、どうする、みんな無事で帰ってきても怪我だけはしないように。いやー、でもなんかこれがインディースタートだったり、 DTM のドライバーの猛烈な追い上げバトルだったり、すごいですね。想像以上にこのスーパー GT と DTM のレースは大変なレースになりました。さあ、ハンコックタイヤのワンテイク、タイヤを温めるのも難しい。一度冷えてしまったタイヤはもう一度グリップをうまく回復できるかどうか。カウントダウンは終わりました。55分は経過したファイナルラップの1周、この1周でセーフティーカーは入りました。インディースタートはしませんので1列隊列、ナレン・カースキアン圧倒的有利でこれから再スタートということになります。さあ、最終コーナーからスピードを上げてきた、最終コーナーからスピードを上げてきた。インディーカースタートではありませんので通常のリスタート、今速いスピードでグリーンフラッグが振られまして、ファイナルラップに入っていく、ファイナルラップに入っていく、ファイナルラップに入りました。グリーン、アンダーグリーンになりました。さあ、そして今小林カムイの後ろからは中島大輔が、小林カムイの後ろから入江選手のストレートスピードを追い出して中島大輔が入ってきた。BMW が表彰台を死守しました。いや、
コースの外側から真っ直ぐ来ましたね。ドライバーって本能でレースさせるとこういうレースになるんですね。チャンピオンシップとかももう関係ありませんから一発勝負、しかもこの週末もこれでレース最後ですから、最後のもう全てを出し尽くすというレース、いやこんなレースになるとは思いませんでした。さあということでコースサイドでも今たくさんのオフィシャルの皆さんから旗を振られていますが、どうぞコースサイドの皆さん、まあ、ドライバーで怪我がなかったんでよかったんですけども、たくさんの車が残念ながら、ね、クラッシュをしてしまったという現実はあるんですが、最後まで生き残って今チェッカーを受けたドライバーたちにはどうぞ大きな、ね、拍手をお送りいただきたいと思います。コースサイドの皆さん、よろしくお願いします。最後チェッカーを受けたのは16位までということになりました。ダレイン・カーティア、ロイ・クリバル、そしてマルコ・ビットマン、ビットマンはバースデーポリウムということになりましたね。今日30歳のお誕生日、今晩から東京でパーリーナイトだそうです。東京家族で来てるそうですからね、もうすぐ帰ってパーリーですね。そして4番手は山本直樹が最後の混乱をうまくすり抜ける山本直樹はさすがでしたね。